NGTS-1B は地球から見て鳩座の方向に約730光年離れた位置にある赤色矮星 NGTS-1 を光転している太陽系外惑星である赤色矮星の周りを光転している惑星としては史上初めて発見された木星よりも大きな巨大ガス惑星である木星の1.33倍の半径を持ち 主星からわずか490万 km の距離を2日半で公転しているためホットジュピターに分類される。2017年にパラナルテン問題で太陽系外惑星探索を行っている次世代トランジットサーベイによって発見された。NGTS-1B の大きな特徴は小型の恒星の周りを公転していることにある。主星 n g t s 一は 太陽の0.617倍の質量と0.573倍の半径しか持たない赤色矮星で相対的に NGTS-1B は NGTS-1 の23.8%もの大きさを有していることになる。これまでの惑星形成理論は低質量の構成は大質量の構成よりも少ない量の星間ガスから形成されるため 形成時の原子惑星系円盤の量も少なく、大型の巨大ガス惑星が形成されることは極めて困難であるとされ、赤色矮星の周りに木星質量の一から十倍の惑星が形成される、確率は一個の赤色矮星につき零点零七個と算出されている。実際に、これまで赤色矮星を公転している、巨大惑星はケプラー45ビットやワスプマイナス八十 b など、 数例しか報告されておらず、いずれも NGTS-1BE ほどの大きさは有していない。発見者のピーター・ホイートリーは、主成が小型で暗いため、検出が遅れたとしている。今後、打ち上げられる予定のジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡によって大気が観測される可能性がある。ありがとうございます。